早く、早くしないと。わあ、いたった。ごめんなさい。まさひこくん、大丈夫？なんか臭くね？なんだこの匂い。はあ、まさひこ、お前。俺はアントン。お力になれずすみません。いえ、こちらこそ申し訳ありません。わざわざお越しいただいたのに、はあ、またダメだったわ。マサヒコが引きこもってからもう1年も経つのね。私はセラタマキ37歳。私には深刻な悩みがある。一人息子のマサヒコがある日突然学校に行けなくなってしまったのだ。なぜ引きこもってしまったのか原因はわからない。どんなに尋ねてもマサヒコは決して教えてくれなかった。せめて勉強だけはしてほしくて家庭教師を呼んでみたものの、これで4人目。マサヒコは固く扉を閉ざし、内側から鍵をかけ、そして誰にも心を開いてくれようとはしない。マサヒコ、何か欲しいものはある？ない。そろそろ外に出てきてみない？ほら、お母さん20キロも太ってすっごいんだから今。いい、ご飯はいつも通りドアの前に置いておいて。なんで？マサヒコはもともと活発な子だった。母さん、俺サッカーで有名になるよ。それで大金を稼いで母さんに楽をさせるんだ。夫が他に家庭を作って家を出て行ってから、私とマサヒコは2人だけで暮らしてきた。それでも今まで私たちは幸せに暮らしていたはずだ。勉強はあまり得意ではなかったけれど、あんなに活発で明るかったマサヒコがなぜ？なんでよ！母さんにはあなたしかいないのに。出てきてちょうだい、お願いだから。マサヒコ！母さん。ああ、マサヒコ、お前漏らした、漏らした、マサヒコが漏らしたぞ。くっさー、マジ臭いんだが。マサヒコくん、無理だ。やっぱり無理だよ、マサヒコ。泣いてばかりいてはダメね。早くどうにかしないと。このままではいけないわ。マサヒコの将来のために私はできるだけのことをしてみせる。数日後。暇だな。学校がないとやることがないんだよな。あ、何の音だ。近くで工事でも始まったのか。で、電動ノコギリ。母さん、何してるの。母さん。マサヒコ、ちょっと何やってるの。母さん、やめてよ。さあ、どうぞ先生、お願いします。邪魔するぜ。おい、勝手に入るなよ。母さん、こいつ誰だ。え、ヤクザ。ドーマニ組の門間竜道だ。今日からお前の家庭教師となる。母さん。マサヒコは私を呼び止めようとしたけれど、私は心を鬼にしてその場から立ち去った。ごめんね、マサヒコ。そういうことならいい考えがありますよ。知り合いのヤクザを紹介しましょう。多少荒っぽいやり方になりますが、大切な息子さんの人生です。きっとうまくいくことでしょう。マサヒコ、あなたのことを便利屋のアントンさんに相談したの。少し荒領事かもしれないけれど、全てはあなたのためなのよ。私は便利屋のアントンさんのアドバイスに従い、竜道さんにマサヒコを任せることにしたのだった。頑張って、マサヒコ。よし、じゃあ始めるとするか。腕に入れ墨がびっしり入っているじゃないか。あんたヤクザだろ。ヤクザに勉強なんて教えられるわけないよ。ああ、今の時代体力や喧嘩が強くてもヤクザの世界でのし上がることはできねえよ。今は金を稼ぐことができるヤクザが重宝されるんだ。わかるか？ここだよ、ここ。聞けばなんと竜道さんは某有名大学を卒業した大卒インテリヤクザだというのだ。まあ気合だって誰にも負けちゃいねえかな。さあ、ブツを開きな。俺がお前を一流の男にしてやる。大卒のエリートヤクザである竜道さんの指導は見た目に反して丁寧で分かりやすく、俺は1年間の勉強の遅れをどんどん取り戻していった。数週間が経ったそんなある日、
竜道さんが昔話をしてくれた。俺は昔学校では気弱の方でな。え、そうなの？ああ、家がすごく貧しくてな、いつも汚い格好をしてたんで、よくバカにされたよ。その頃は気弱だったしな。だがある日気づいたんだ。このままじゃいけねえってな。それまで俺は自分の置かれている状況を親だとか俺をバカにしている奴らのせいにして生きていた。でも実際そうでしょ。バカにする奴の方が悪いに決まってるよ。そう、間違いなくそいつらは悪だ。だがな、そいつらの言うことを鵜呑みにして自分の居場所を狭めちまうのは他でもねえ、自分自身の判断だってことに気づいたのさ。う、いいか正彦、お前の価値はお前自身が決めるんだよ。お前がいていい場所を決めるのはそいつらじゃねえ、お前だ。竜道さん、その後も竜道さんは毎日俺の元を訪れては丁寧に勉強を教えてくれている。いつの間にか俺も竜道さんを心待ちにするようになっていた。そして数ヶ月が経過した。このまま殻に閉じこもってても仕方ねえ。そろそろ学校に行ってみちゃどうだ。無理だ無理だよ。実は俺学校で漏らしちゃったんだ。しかも気になる女子の前で。その後クラスのみんなに見られてバカにされてさ。それ以来学校に行こうとすると息ができなくなっちゃって。そうか、そういうことかね。だがいつかは出ていかねえとおふくろさんがかわいそうだぜ。うん、自分でもいつかは学校に戻らなきゃダメなんだと分かっていた。だから俺はついに覚悟を決めて登校することにした。え、校門に近づくにつれてあの時の光景がよみがえり、俺の足は鉛のように重くなった。でも俺は竜道さんの言葉を思い出し、勇気を振り絞って一歩を踏み出したのだ。いいか正彦、お前の価値はお前自身が決めるんだよ。お前がいていい場所を決めるのはそいつらじゃねえ、お前だ。正彦だ。正彦くん、来たんだね、久しぶり。うん、くっせー、来なければよかったのに。え、帰れよ大腸菌。はい、帰れ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 。俺は何も言い返せず、足が震えて息ができなくなってしまった。だがその時、ちょっとあんたたち待ちなさい。うるせえ。ああ勝手に入ってくるんじゃないよ。俺たちはドーマニ組ってもんだ。そして俺の名は竜道。お前らに今日は特別授業をしてやる。なんだ、ヤクザ任教。任教ってのは仁義を重んじろってことだ。困っていたり苦しんでいたりする人を助ける心意気ってもんだが、どうやらお前らにはこれが足りていない。いいかよく聞け、人の失敗を見て笑うやつなんぞ最低の人間だ。今度この正彦を笑いもんにしたら、このドーマニ組の門間竜道が黙っちゃいねえぞ。あ、はい。竜道さん、そして竜道さんたちが去った後、正彦くん、私何とも思ってないから。え、そのあのことだって生理現象だし、しょうがないと思うよ。別にヤクザさんが怖いからってわけじゃなくて、ずっと言おうと思ってたの。本当に気にしないでね。ありがとう。こうして竜道さんのおかげで正彦は学校生活へ戻ることができた。毎日竜道さんの指導を受けていた正彦はテストでも高得点を連発。今では学年トップの成績を収めている。それに、母さんサッカー行ってくる。行ってらっしゃい。正彦ったら竜道さんに会ってからちょっと男らしくなった気がするわ。竜道さんとアントンさんへの感謝の気持ちでいっぱいになりながら、私は正彦の後ろ姿を見送っていた。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。